ルームシェアしている友人にイライラします。昔から仲良かったこともあり、ルームシェアすることになったのですが、最近や掃除や洗い物など手伝ってくれません。足音にもイライラします。不満が爆発して険悪になる前にどうにかしたいです。友人に対してどのような態度で接したらいいですか？そうですね。ここにあるように不満が爆発して険悪になる前にどうにかしたいですっていうことだから、この人はなんか不満を溜め込むパターンなんだと思うんですね。で、不満を溜め込んでる間にですね、不満がなくなればいいんですが、まあよくあるパターンは溜め込んでて爆発するっていうことだと思うんですね。それだったらですね、ことあるごとに言いたいことは言う方がいいんだと思います。まあ簡単に言うと、火山みたいにマグマを溜めてからバーンと爆発するよりは、まあ日頃ちょっとずつちょっとずつ小競り合いをする方が、まあストレスはたまり込まないと思います。だから何かどっかで他人に遠慮してるとか、よく思われたいと思う気持ちがあって溜め込んでいて、である時爆発っていうのがあります。まあ人生の長い流れの中で言えば、親に対して従順であった娘さんがですね、ずっと不満を溜め込んでいて、親は自分の言うことをよくいい娘だと思ってたら、ある時突然爆発して非行に走るとか、そういったケースがあるんですが、まあそういった風になるのとならないのとでどちらがいいかってちょっと考えて、まあ仲が良いほど喧嘩するっていうこともあるので、その単なるこう表面的な平穏な状態のためにですね、中にマグマを溜めて後から爆発するっていうことを想定して、それにその可能性に気づいてるわけですから、まあ小爆発を定期的に行えば大爆発をしなくて済むという、そういった比較考慮で物考えて対応してみたらいいんじゃないかなと思います。で、実際問題、このような状況だと、要するに自分の中で溜め込んでますから、相手がどんな認識を持ってるのかわからないでしょうからね。ですから何も言わないでじーっと耐えて早くなくならないかなと思うよりも、コツ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 、まあこう自分の言いたいことを言って話し合ってみるって方がいいんじゃないかなと思います。